桂由紀は東京府東京市本郷区出身の洋画家。本名は桂由紀子。はじめは由紀氏。1970年代頃から由紀と称する。日本における前衛女性画家の先駆者であり、第一人者。戦前からいち早く先端的なコラージュの手法をシュルレアリスムから距離を置きながら独自に展開し、 生活用具や動物など実在と抽象的な形を混在させた独自の表現を探求した。小説家の桂秀澄は弟。ユキが支持した岡田サブロウスケ1913年10月10日、東京市本郷区千田議長に生まれた。父親は夜勤学者で東京帝国大学教授の桂弁さん。聖火は9代目、市川団十と5代目。 尾の駅きくごろが共同で別荘として茶会などを模様していた家であり、売り家となったものを父親の弁んさんが購入したとされる。1926年には東京府立第五高等女学校に入学。雪自身は油彩画を学びたかったが両親に許されず、10代前半の3から4年間は池上修正に日本画を学んでいる。十六歳の時には、 軽い結核にかかり、厨子と鎌倉で療養をする中で、東京帝国大学美学美術史科に在学していた、長谷川三郎に出会った。三浦海岸で見つけた動物の頭蓋骨を東京に持ち帰り、地震初のオブジェを制作している。18歳だった1931年に、高等女学校を卒業。父親の縁故により、中村健一に指示し、中村の紹介で、 岡田三郎介にも支持している。当時は職業についている女性は少なく、雪に画家を職業としたいという気持ちはなかった。雪の古典開催の便利を図った、藤田つぐじ1933年2月には、中村の勧めで、第20回興奮会展に3作品を出展。駿河台のアバンギャルド洋画研究所にも通い始め、道を政治や藤田嗣ぐらの指導を受けた。 藤田次は、雪の将来性を見抜き、銀座の日動画廊で、雪の個展を開催する便宜を図ったり、フランス留学の可能性について、雪の両親に進言を行っている。1935年6月には、エビ原木之助の勧めにより、銀座の近代画廊で、桂ツラ雪子コ,コラージュ個展を開催。当時の雪は、自身の制作技法がコラージュと呼ばれる技法であることを知らなかった。 1938年には、姉と共に、中国、北京を旅行。9月には、日動画廊で個展を開催し、10月には、日課会の、前衛画家による、研究団体、救出会の創立に参加した。峯岸義和、吉原春吉、山本圭介、山口長男、広畑健、高橋進将、斎藤義重、南馬角空蔵ら29人が、 創立会員であり、東郷政治と藤田嗣ぐが顧問となった。1939年の二課店では特待となり、1940年の二課店では開遊となった。1940年には、期限2600年宝宿美術展にも出品している。1943年4月には、日動画廊で二度目の個展を、6月には、大阪、 青記者で個展を開催したほか、長谷川春子の呼びかけに応じて、女流美術家暴行隊に参加。同年には、満州を旅行して、安山市でも小規模な作品展を開催した。1944年5月には、銀座、三保堂で、近代油絵展を開催し、11月には、大阪、阪急百貨店で、井上町三郎、伊藤久三郎、 山本圭介と金作展を開催した。雪同様に女性芸術家の代表格だった、右施設子1947年2月には、右施設子らと共に女流画家協会を結成。また、同年の日本アバンギャルド美術家クラブの結成にも参加、漢字の一人となる。1949年の第3回女流画家協会展では、協会賞を受賞。 1947年9月には日課会の巡会員となり、1950年には正会員に推挙され、1956年まで審査員を務める。1953年には第2回日本国際美術展に、1954年には第1回現代日本美術展に出品し、1955年の第40回日課展では会員努力賞を受賞。 戦前は、藤田嗣ぐに勧められた留学の機会を自ら断っていたが、1956年、単身突出。翌1957年、パリでインターナショナルユーマガアート展などに出品したほかは、あまり絵を描かず、イブクライニやジャンジュネ、ジャン国ーと交友。1958年には、単身で知人のフランス人医師を訪ねて、アフリカを口に旅行。 その後アメリカに渡り、ニューヨークで、ルイーズ・ニーベルソン、サム・フランシス、マーク・トビーラと知り合う。1960年、岡田健造、草間屋生らと、日本の中小芸術展、日米女流画家展などに出品。この頃からシワをつけた和紙をコラージュした、中小表現主義的な作品を制作し、1961年に、父の死去の知らせを受けて帰国した。 1961年に帰国すると、第6回日本国際美術展で優秀賞を受賞し、同年以降は2カ店に出品していない。1962年には、公文社から、女一人原子部落に入るアフリカ・アメリカ体験記を出版し、1963年には毎日、出版文化賞を受賞した。1966年には、 第7回現代日本美術展で最優秀賞を受賞した。1967年にはオーストラリアとニュージーランドを旅行している。生誕100年記念展が開催された東京都現代、美術館帰国後は独特のユーモアを交えたコラージュの手法を駆使して常に新鮮な様式を開拓し古典や多くの美術館のグループ展に出品。1980年には 戦前からの作品80点を展示した個展を下関市立美術館で開催した。1985年、東京イナックスギャラリーの個展、モミの形では、面を詰めたモミによる造形という反立体の新作を発表。がんのために1990年5月から入院していたが、1991年2月5日に東京女子大病院で死去した。死因は心不全。 77歳だった。1991年には、下関市立美術館で開古展、桂ツラ展が開催された。1998年には、茨城県近代美術館で桂ツラの世界展が、2007年には、市宮市、三岸節子記念美術館で桂ツラ展が開催されている。2013年には、生誕100年を記念して、 東京都現代美術館と下関私立美術館で生誕100年、カツラユキアルグが開催された。ありがとうございます。